こんにちは、青森の小野です。バントラックを買って3週間が経ちまして、でもう今ね、買ったばっかりで面白いのでね、あちこち乗って歩いてるんですけども、今日はその乗って歩いた結果、ここいいなって思ったところと、あ、ここいまいちだなと思うところと、いくつか気づいた点が出てきたので、それをね、お話ししてみたいと思います。まずいい点がですね、この荷物の積み下ろしが軽トラックなどすごい楽っていう、これはね、使ってみると分かるんですけど、想像以上にいいです。結局キャンプ行く時って荷物どうしてもある程度の量になるんですけども、それを積み下ろしするのが軽トラックの荷台の高さっていうのはね、ちょうどいいんですよ。荷物積むのにやっぱ適した車だと思うので、あの高さが本当に絶妙でちょうどよくて、でなんだったらこれもうホロの中もテントとして使うから、荷物を出さなくてもいいものは置いといていいっていう、このね、準備にかかる手間がすげえ少なくなるっていうのは、キャンプをやりに行く頻度自体も上がるし、外に出る機会もすごく上がります。これはとってもね、いいなって思ってる点ですね。それからテントの設営がいらない、ということは、暗くなってからキャンプ場に着いて準備を始めても全然問題ないという、それもね、かなり魅力的です。やっぱり時間の都合で、うわ、暗くなっちゃう前にキャンプ場着かないととかって気持ち焦ったりすることもあるし、暗い中でね、設営するのって結構大変なんですけども、そういった心配がないんですよ。このキャリーにもうランタンつけてあげて、でそうするともうサイトが明るく開けるので、あとは荷物を下ろしてキャンプの準備をスッと始められるっていう、これもね、かなりね、便利ですよね。で準備が楽ってことは撤収も楽ってことなんですよ。だからテントって翌朝起きると必ず結露出てたりするじゃないですか。この頃も結露は出るんですよ。なんだけど、これ別にこのまんまでいいから、なんか乾かしてから後で干して収納しなきゃいけないとか、そういったことがない。もうこのまんまパパパって出ていけるっていうの、これもね、すごいね、いいところです。あとね、100円ショップとの相性がいいです。このホロの中の骨組みが、パイプでできてるんですけども、これにね、装着できる100円ショップのグッズっていうのも結構多いんですよ。だからカスタムするのがすごい楽しい。78プラスで車中泊もしてるんですけど、そっちの方だとやっぱり何か思いついた、こうだったらいいなって改造するのにちょっとね、やっぱ大掛かりになるんですけど、これの場合は100円ショップとか、ニトリとかさ、ホームセンターとか行った時にパッに見とけば、あ、これつくじゃんっていうのが結構見つかるんですよ。だからどんどんカスタムしていく楽しさっていうのが、このバグトラックにはあるなっていう風に感じてます。あとね、高速道路を走ってみました。このホロがただ乗っかってる状態で別に固定してる、縛って固定してるだけでくっついてるわけじゃないので、強度とか風が吹いた時とかちょっと心配してたんですが、高速道路ね、走っても全く問題ないですね。そもそも90キロぐらいまでしか出ないんですよ。もう全然バタつきとかも、それなりにあっても全然心配ないなっていう感じです。あとね、雨が降っても心配ないっていうのは聞いてたんですけども、雨漏りとかは一切ないです。で、急に晴れてたのに雨が降った時でも、タープとか張ってない状態で急に雨降ってきたっていう時に、このトラックの下に荷物を逃がしてあげれば、とっさの時にあんまり荷物濡れずに済むっていう、これもね、すごいいいなというふうに思ってます。この車高が上がってるせいもあるんですけど、これでね、急なにわか雨みたいなのはしのげますから、テントなんで雨濡れたらね、乾かさなきゃいけないとかって、そういう心配もないから、雨の時でもキャンプが楽しいっていうのも魅力の一つ。これがいいところですね。はい、続いて悪いところ。悪いところというか、いまいちなところというか、分かってたことが多いんですけども、まず一つ目、虫がやっぱり入ってきます。どうしてもね、中はランタンとかはもう LED のランタンじゃないと炊けないので、熱でランタンの熱で虫を倒すみたいなことができない。でも中は光炊くので、どうしても虫が中に入ってきちゃうので、蚊取り線香はね、必須ですね。虫が多い時期はかなり虫対策はしっかりしてあげないと大変なことになるなと。あんまり暑くない時はホロ締め切ってさえしまえば、別に虫が入ってきて大変ってことはないんですけども、それでも開けっぱなしで使ったりしますので、蚊取り線香を炊かないと虫が大変だなっていうのは1個あります。あとね、買い物した荷物をホロのこの荷台に出し入れするのが意外に面倒くさい。横からこうチャックで開けようとしても二重になってるんですよ。だからこの幕開けて中のメッシュ開けてじゃないと2台にアクセスできないし、後ろは紐を外してからチャックを開けてじゃないと後ろにアクセスできないので、買い物したものをクーラーボックスの中に入れたりとか、まあそういう風に使うのがね、結構想像してたよりも手間だなという風に思います。で、後ろから行くとこう奥までは手が伸びないので、だから荷物のね置く配置とかこれからねちゃんと考えれば多分使い方良くなっていくと思うんですけども、荷物の出し入れっていうのが少し手間っていうのは、感じてます。あとね、熱がめちゃくちゃこもる。これ普段は使ってる時はこのを開けっぱなしで使うと思うんです。日中はね、使ってない時の熱のこもり具合が結構半端じゃないので、そこはちょっと心配になるから、だから熱に弱いものっていうのはホロの中にちょっと入れとけないなっていう。例えばね、ガスボンベとかライターとかそういったものは危険だなっていうふうには思うので、そういうのは出してあげないといけないなっていう感じですね。で、意外と死角が多い、見えない場所が多くてね、この柱の部分とかが運転席から割と見通しが悪かったり、まあバックトラックのこの形状的にはこの形的にはすごく考えられてバックミラーから視覚がいいみたいな形してあるんだけど、まあ後ろの方とかだとバックモニターがないとどうしてもやっぱ見えないので、結構狭いところで危ない、なんか脇に落ちたら危険なようなところとかで切り返していったりとか、ちょっと怖い思ってたよりもなんか視覚が多いなっていう風に感じます。なのでここまではでも大体想像してた通りだし、それ分かってて買ったみたいなところがあるので、全然まあ悪いところっていうほどでもなくて、単純にやっぱそうだなっていう風に感じて使ってるところなんですが、多分ねこれがね最大の弱点、鍵がかからないから荷物を中に置いておけない、これが多分ねバグトラックの最大の弱点だと思います。テントなんてしょうがないんですけど、まあ、考えたら分かることだと思ったんだけど、ちょっとそこまで想像してなくて、結構高価なキャンプ道具とかもあると思うんですけど、そういうのを入れっぱなしにしておくとちょっと心配ですね。例えばガレージ準備するとかそういったことができる人でないと、この荷物の中に入れとけないっていうのは結構一番弱点かもしれない。でも基本的にはもうすごく使い勝手は気にしているし、まあ、決して安い買い物ではなかったけれども、自分で DIY してね作るのももちろん楽しいとは思うんですけども、やっぱねデザイン的にもすごく考えられて、いろんなところにアイデアがあるの散りばめられてるので、今ね、まあ、軽トラック自体もすごい流行ってるみたいですし、2台泊というみたいなんですけど、この車中泊とテント泊のちょうど中間のスタイルというか、もうホロなんで車中泊と違ってやっぱ風とかね、この虫の声とか雨が降ったら雨の粒が落ちる音とか、そういう自然をしっかり感じながら遊べる車。青森もすごい暑くて33度とか4度とかまで上がるんですけども、夏よりもこれからね秋とか一番面白いのは冬って言ってました。このバックトラックで一番面白いのは冬だよって言ってたので、秋とか冬とかね別のいろんな季節にそれぞれ使ってみて、また気づいたところとかも出てくると思いますので、この青森で会社で作ってるバグトラック、このね2台泊っていうスタイル、興味のある方の参考になればなと思って動画にしています。もしよろしければね参考にしていただいて、チャンネル登録の方もお願いいたします。以上、青森の小野でした。